やばい。滑らない、まずここが。やばい。うおうん。うまい。あっし、あっす。ナイスアウト。あります。右からだったらワンオン狙えるの、狙えるのね。絶対に入るラインを見つけて打っていった方がパターはいい。148って書いてるな。9だと戻って、あの左の下まで落ちてきそうだね。ここはバーディーはいいから、ちょ右狙う。確実にパー。いや飛びすぎるね、これでもやっぱり。ああ、飛びすぎ。ちょっと今アドレナリン出ちゃってる、本気で。ビビンの6番に行きます。ワンを狙います。うん、ストップ。あ、出た、入った。全然近い。そうだね、そうだよね、めっちゃ近い。確かに、うん、確かに。池越えただけでもうハッピーで、なんか今すごい必死に真剣になってるのがさなんか、ああだよね、ゴルフってそうだよなってなるでしょ。みんなおすすめです、ゆたちゃんと回るの。全然硬い。あのクラブ砂につけちゃダメだからね。はい、クラブ砂につけちゃダメ、うん、つけちゃダメ、うん、はい、構える、打つときは大丈夫。あ、ここにつけちゃダメ。ダメ。構えるまではつけちゃダメ。ダメ、はい、構えたときもつけちゃダメ。つけちゃダメ。打つときだけで、はい、はい、左向いてるよ、もっと右向いて。そうそうそう、こっちで。止まった止まった止まった、行け行け、早くボール戻る前に行け。はい、いや、ダメだ。あっす、よし、これだいぶ強く、これぐらいだな。いきます。はい、強い。どうぞ。難しい。やばい、これ難しい。滑らない、まずここが滑らないから。うわー、やばいな。しょうがないね、怪我だけしないように。やばい。おお、うん、惜しい。うん、しょうがないね。結構思ってるよりね、全体が下ってるから地面も硬いしね。弱い。まあいいよ。弱い。そのまますっぽ抜けたとしても、まあ外れないぐらいの右を狙って、で曲がったらよし、ラッキー。曲がんなかったらそのままスコーンと入る。ナイス。よし、ありがとうございます。ナイス、おしゃれ。くるっ。入れて、はい、7打目。はい、オッケー、あらっす。次パー4、左池です。うわー、出た。でも結構左にあると思う、ティーグラウンドのすぐ近くにあるからあんま関係ないと思う。左がバンカー、左地獄。うん、左地獄だね。右天国。ちょっと難しいです。これこの打ち上げの分って、うん、打ち上げ入れると300あると思うんだけど、ちょうどね。300ってことは打ち上げのところに300打たなきゃいけないの。平らな距離で300打ったら届くんじゃなくて、300ヤード先の打ち上げのところに当てに行かないといけないから、キャディ300ヤードを打ってるいつものやつだと届かない。それ以上行くと奥の土手まで行っちゃう。高い球で上に逃がして315ぐらいかな。うん、よっ。
うん、行ったかね。すごい。ナイス。おお、よいしょ。あ、全部プレイング4になります。ちょっと。あ、くそ。くそ。くそ。悔しい今の。あ、でも。あ、でもうい。ナイスです。ナイスです。ナイス。ナイスセーフです。ナイスオン。誰？先生。ありがとう。すげえ。つま先下がり、膝曲げて。ああ、もう、なんでこんなはずじゃないの。いって。これだ。悪魔のやつだ。こんな風に凍ってさ。よし、よし、ありがとう。これはまあいかんせん遠いね。ナイスタッチ、すごい。真剣に打ったのに。お先に失礼します。はい、ナイスバーディー。これぐらいかな、これぐらい、これぐらい。ちっちゃい声でこれぐらい、これぐらいっつってずっと。いけ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 、あ、欲しい、あ、欲しい、頑張れ、あかん、あ、ナイス、9、はい、オッケー、よし、よし、全員最短でベストスコア行ってもらいます。今すでに70代で回ってきたらもう80二度と打たないゴルフ。全員最短で70代。これちょっとね、BB でね、今毎週もうこれだけやっとけと、今週これだけやれっていうの毎週出してる。新規の人はこれだけやれみたいなのはまあまあ、うん、進めたいんだけど、昔からやってる人たちが本気でやろうってなった時にどっからしたらいいか分かんないと思って、黙って1週間これやる。ほんでそれやった先でスピンが打てるんだって。あ、だって愛ちゃんがログちょっと打ててるから。すごい。池までね、いや、ゆたちゃんね、250だからね。奇跡出たら入っちゃう、うん、届くよ、普通に。こっから250だから、後ろからだったら270ぐらいかな。右からだったらワンオン狙えるの、狙えるのね。乗った。あ、ちょっと手前かな。乗ったか。ナイスオン。あった、ありがとう。ナイスオン。よいしょ。やばい。狙ってるもん、ほら狙ってる、ほら狙ってる、狙っちゃう、感じ出してるもん、もうちょっとスライスぎる。もう今多分帰ってからピザ食うことしか考えてないもん。いきます。ごめん、本当にごめん。普通の人の5ラウンド分ぐらい楽しんだ俺。今のワンショットだけで。どうも。はい。ウラクシーです。ウラクシーさん、エアキャディでお願いします。はい。ピンまで113ヤード。はい、あ、今の。今のだったら絶対乗ったのに。うん、いけるよ。いけるね。そんな右狙わなくても大丈夫だよ。確かに池ビビってちゃダメだもん。そうだ、7番持ってんだから。直接行きます。直接行きます。直接って何。うわ
それでかいわな。あー振り返って出しちゃった。なんなの本当にやばい。ここに限って当たる。多分これ今年1だと思うんだけどな。よいしょ、頑張ったな。おーおーおーおおおお、もう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 ナイスじゃない？あざす。うん。下りですよね。だいぶ。まあはい、下りですね。こっちに曲がりますよね。はい、そうそう。はい、そうですね。あ、全然弱いわ。あ、そうでもない。いや、全然弱くないよ。ちょっと弱いけど、まあまあ。ちょい。うん。あざす。3度目の正直だね。これがでも一番チャンス的にはチャンスじゃない？ちょっと出だしが重いから下りをビビって打ち切れないと思うけど、ここはオーバー目でもよしとして。オーバー目でよしとして、これじゃあもう一生イーグル入らないね。ナイスタッチ。ああ、ナイスタッチ。弱。これは入れる自信があります。どこからその自信が湧いてきたのか教えてほしい。この距離はかなり得意です。はい。もう二度と言わないかと許してあげる。はい、二度と言いません。うん、じゃあちょっと、じゃあ先にちょっと、じゃあおいで。どっちに曲がるか分かりますか？左で。左だね。はい。ここにまっすぐ打ち出したとして、1ミリも曲がらないってことあります？この傾斜で。ないと思います。ないよね。ちょっとは曲がるよね。でここに打ち出せたら多分ほぼ入るんだよね。あ、これよりこっちに打ったら絶対入らないよね。うん、でこっちはこんだけ分まだ入る余裕があるよね。うん、ってことはよ、今構えてるこの方向が右カップいっぱいいっぱい、ちょっと内側ぐらい。はいはいはい。これがね。ここだ。じゃあこのまんまの方向で右に打ち出さなければ絶対に入る。そういうなんか絶対に入るラインを見つけて打っていった方が。なるほど。パターはいい。ここだったら絶対大丈夫。こっちだったら危ないって、危ないとこには絶対打たないように意識して打っていく。これだとさ、多分思ってるより曲がると思うんだよね、俺は。曲がるんだ。うん。ここを狙ってまっすぐ打ったとして、はい、ここを狙ってね、じゃあ例えば、うん、こうまっすぐ打ったとしてよ、うん、そのままね、このまままっすぐこの方向に打ったとして、うん、おお、どれぐらい曲がる？今曲がらなかったじゃん。うん、でこれ強いからなのよ。あとはその曲がり加減に対して、自分が強く打つのなら、これを狙うときにここを狙うとか、うん、距離ぴったり打つならここを狙うとか、うん、そういう狙い方をする。どっちにしますか？距離ぴったりで。距離ぴったりだったらここに方向を合わせてください。強いね。もうスーペー強いね。はいはい。頑張れ。はい。何打目ですか？10打目です。ナイス。ありがとうございます。はい、ナイス。ナイスイ。ナイスバディ。恥ずかしいな、なんか。チャンネル登録の方とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。概要欄の方から各種 SNS ですね、チェックしてみてください。よろしくお願いします。